と台車を下に下げてこちらの方持っていく作業を行います。上げてると思うんですが、それだとあの電車にいろいろ配線が他の車に渡ってつけてるものをすべて外した上で上げるっていう作業がありますので、どうしても大きい会社とかすごい人数のいる職場じゃないとできないんですが、こういう逆の発想で台車を下に下ろすっていう方だと台車についてる機器だけを外せば抜けるっていうことなので、小さい会社向けの設備になってます。住友金属さんで作っていただいた SS168 台車という台車になります。で、東洋高速の方ではこのモーターついてる台車なんですが、あとモーターついてない台車、あと先頭車についてる台車ということで3種類台車実は入っております。重さなんですが、これがモーターついてる M 台車といいますが、見ての通り6390キロ、ね、これモーターの重さ等々を入れての重さになっています。T 車っていうモーターがついてない電車になりますと4054キロ、まあモーターがそんだけ重いのかって言われると実は重くなくて613キロしかないんで、他にもあのこれついてますギアケース、あのモーターの駆動をこう車輪に回すための歯車がついてる箱があるんですが、それが結構、まあ、ちょっと重さを測ったことないんで分かんないんですが、結構いい重さで、あと駆動装置とかいろいろ含めて、いい重さにはなってきております。このモーターですが、出力の方が、165kW。って言っても、まあ、比較対象がちょっとモーター系だと難しいんですが、震災時に話になりました。ブラシがなくて電車が動かなくなるっていうニュースが一時期記憶になる方もいるかもいませんが、この電車のモーターですと3層誘導で動くといったあの交流モーターで動いてますので、電気に詳しい方だと分かっていただけるかと思いますが、あのブラシレスっていうブラシがついてない、もうなんて言えばいいのか難しいな、まあ簡素化されたモーターです。メンテナンスフリーで工場に入ってもほとんどメンテナンスしないで帰ってくるっていうぐらいに手入れる場所はないものだと思います。で、じゃあ電車が好きなお子さんいらっしゃいますか。じゃあ質問です。この台車はどこから持ってきたでしょう。日本のどこで作ったでしょう。
たち。あ、何県、何都道府県で。兵庫県。さすが。これ大阪府、兵庫なのかそこは。住友金属さんのあのユニバーサルスタジオジャパンの横に工場がありまして、そこで作って、その作った台車を山口県に運んで、この車体自体が山口県で作ってますの で山口県で合体させたら千葉県まで改装で機関車に引っ張られてこっちまで持ってきてます。でちなみにこのモーターの方ですが、茨城県の日立市で作ったのを山口に運んでるとか、意外と電車の部品で日本全国で作ったのを集め、一箇所に集めて組み上げてお客さんの元に運ぶっていう作り方しますので、台車は大阪、モーターは、茨城とかいろんなメーカーが入ってますので、一概にはちょっと何も言えないんですが、この車輪の方が、新品だと 880mm、 あ、この直径ですね、直径 880mm あって、使うのをやめる大きさが 780mm、 100mm、 10cm ほど使います。で、走って 10mm 削るなくなるのかっていうと、そういう問題ではなくて、あのたまに電車に乗ってるとダン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 ってうるさい電車がたまにいると思うんですが、これ車輪のこの底面っていうレールと当たる場所が急ブレーキかけると削れちゃって平らになって音が鳴るんですが、それが出てきたら削るとか、あと定期的に削る検査も入ってますので、削って使って削って使ってと約10年から12年ほどこの車輪1枚使います。ただその回ちょっと見にくいんですが、横にこれを車輪をはめてる車軸ってあるんですが、その車軸の方は、電車を廃車するまではほとんどのことで作り替えることはありません。もうずっと相当長い間、40年くらいは多分使われると思います。それぐらいかね。あと何かざっとの質問、話だったんですが、質問等ございましたら、答えられる範囲でしたら答えられますので、いくらですかっていうお金の目はちょっと分かりませんので、私も何か何でも気兼ねなく。スピードの方ですとちょっと専門的になっちゃうんですけど、モーターに流したら、電流を流したら、このモーターっていうのは積み合わせて周波数がまた出てくるんです。その周波数を制御機の方で検知してますので、それは大体誤差は出ないんですよ、食らわないんです。あとそんな 1編成に対して10センチ違うっていうのはまず起きないので、そこはもう大丈夫です。はい、そうですね、空気バネと ここに空気バネが乗るんですが、あとここにセンターピンって電気牽引装置っていう装置があって、ここで押さえて、まあ、ここはほとんど荷重かかんないんですが、あとこの3点ですよ、荷重かける。他に何かあります？センターピンというのは何も止められる、ただ刺さって下に3本のボルトで止まってます、はい、ただ万が一あっちゃいけないんですけど、脱線事故が起きた場合には簡単に取れてもう台車はそのまま分離できるようになって、あえてこれはくっついていくと台車さんが離れるようになってます。止めることは多分仮乗りみたいな感じです。あ、東洋高速の車は JR の乗り入れ以外には JR に対しての本装置、東西線と内側 ATC っていう、全線にわたってもう部分部分じゃなくて全線にわたって速度制限かけてるんですけど、 JR さんの方は部分部分での ATS っていう装置を搭載してるんですけど、うちの車は搭載してないので乗り入れできない。ただそれさえ済むのは走れます。